トライクンショット。こんにちは、モンストの中の笹のパッチョとパナエです。さあ今日はじゃん、出たね、超会議の2日目、4月26日にリリースされたモンストスタジアムで遊んでみよう、はい、負けちゃいましたやつですね、まあ、私たち負けちゃいました。まあね、勝ちでも一旦遊んでみましょう。2人でもできますからね。超会議では残念ながらアップバンクチームに負けたんですけれども、うん、こちらチームだったんですけど、うん、今日は対決してみようかなと最小人数は1対1で対決できるんですよね。そうですね、最大4人対4人、4人対4人でもできます。では早速いきましょう。いきましょう。まずね、デッキを作らないといけないんですよね、うん、これもうモンストの普通のアプリと連携していて、はい、モンスターボックスがもう同じのがあるので、うん、ここでデッキを作ります。はい、わし作ったんでこれでいきます、うん、で作ったらホームに戻ってバトル。はい、そして、それぞれ2チームいるのにそれぞれのチームのリーダーがチームをまず作りますと、はい、まずわしが作りますね。パッチョさんがチームを作って、で片方が対戦相手を待ち受ける。はい、で私の方がチームを作ります。はい、同じように作る、うん、リーダーですからね、うん、で究極を選んで入ると、うん、でサラパッチョが出てきたので、うん、対戦する相手を選びます、うん、で入ってきた、はい、ということですね。で、はい、はい、重なった説明を任せようとするで、1対1でやるならこれでもう OK なんですけど、うん、もし4人とか4人対4人でやりたい場合は、うん、ここのメンバー受付中っていうのがあると思うんですけど、ここに皆さん入ってくることになります。なのでチーム入るっていう方を選択して、はい、デッキを選択して入ってきてくださいと、はい、じゃあ始めるときはお互いスタートを押さないといけないので、うん、私の方から押しますね。お願いします。準備完了って出たので、ここでも私がスタートを押せばスタートします。やばばばばば、いいですか、準備いいですか、準備ですか、いきます、スタート。飛んでたー、キャー負けないように行くのが大事、うん、意外と雑魚的な攻撃力が強いんですよね。前面倒してしまわないとやばいですよね。やばい。というのも考えて、このロックオンレーザーを持ってる山竹さんだったり、ホーミングを持っているローレライ村雨ひかりちゃん、うん、ななみちゃんかとかを連れて行ったりしているわけなんですが、うん、なんでさっきやられちゃったんだろう。いけいけいけ、うーん、行ってます。あ、行ってるでもね、プラス6秒とか全然互角じゃねえし、ね、厳しい、厳しいらしい、厳しいよ。もうね、次の手を考えてるんですよ、この時点で。で、あやつなんてなくダメージオール出すんじゃねえの。ダメージオール出したよ、あいつやっぱり。いやー、うん、出さないで、あいつ出してきよったで。やっぱり、やっぱりやべ、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 よし、よし、よし、よし。あ、同じぐらい、同じぐらいですね、ほぼ。あ、でも優勢って出てる。こっちは0秒で互角って言ってる。なんだって、まあ、結構判定はね、そんな感じなのね、うん、そんな感じなんですよね、ゆるい感じ。このタイム、タイムですよね、最後のタイムが一番重要ですから。それが出るまでは分からない。へぇ、どうしようかな、どうしようかな、向こう側入れ。お、いいね、いいね、グッジョブ、グチョブできない一人じゃ。よし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 、やべ、優勢って向こう出てるの見えた。え、ここですよね、ちゃんとさっきやられちゃった。あ、やばいやばいやばい、やられそうだ。嘘、やばい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 、来た来た来た、ちょっと言ってる場合に。生きたけど、生きたけど、やばいやばい、うちもやばい、うちもやばい、生きたけど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 、こい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 、早い、こい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 、よいしょ。何がベストパーティーなんだろう、いろいろ試行錯誤しながらタイムを測っていっております、ね、あの時はハンターキングを持ってたゴージャスさんのすごい強かったですよね。あ、確かにワンウェーブがうまく機能するとかなり削って、逆属性なんだよね、うん、すごい削ってました。やばいよ、やばい、これダメージオール2面出るぞ、出るよ、出ちゃうよ、やべー、あ
やばいよ。きちい。なかなか倒せないよ。やばいじゃん、タナエこれ。やばいよこれ。やばい。結構むずいよ。タナエが死んじゃう前にクリアしちゃおう。え、私も移動したよ。そうそう。これ回復するのかな、いつものモンスター。するね。うん、回復しますね。ストライクショットを打つかどうかも悩みますよね。エフェクトが入るので遅くなっちゃうんで。誰かに当てて。やばいよ。次の波。やばいよ。次の波。動いて。とりあえず友情コンボ。はい。これで友情コンボ。山田健太って山田健太だけ。ダメダメダメ。山田健太って。よいしょ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 。やばいやばいやばい。次が。やばい負ける。負けたー、どうしよう。フェニッシュ。うえー、おおおお、さっき勝ったからな。おおお、一勝一敗でございます。いやいや、でも3分40秒だよ。さ、うち2分ってどうやって出したんだろう。結構時間経ちましたね。むずいな。こういうね、キャラごとの貢献度を見れるので、まあ、これでパーティーとかね、組み直してみたりとかしてもいいのかもしれないですね。うん、ね、組み合わせは結構重要ですよね。うん、いやー、みんな見てるよ、ほら、感染してるって。負けたよー。負けた、勝った、というような感じでですね。はい、そんな感じで、ベスト記録を叩き出していくような、はい、アプリになっております。なっております。ということで、はい、私たちがさっき、うん、戦った、うん、このモンストスタジアムを使って、うん、グランプリが行われるんですよね。そうです。超会議で発表された8月2日のフェス、この日です。じゃん、逆だよ。逆じゃないよ。ん、逆だよ。もうやめなさい。逆だから。もかもかもか。8月2日のフェスモンストフェスティバル2015の中でグランプリが行われると、うん、それがこれですよね。じゃんじゃん、モンストナンバーワンチーム決定戦、モンスターストライクグランプリ2015。はい、で今回はちょっとこの詳細もね、うん、お伝えしたいなと。あ、そうですね、追加情報があるので、はい、お伝えしますよ。この前アップバンクさんが優勝したのが、うん、ニコニコ超会議カップ。はい、でアップバンクは優勝したので、うん、この決勝ラウンドですね、8月2日に行われる決勝ラウンドのシード権を得ました、はい、でそれ以外に皆さんもシード権を得る方法がありまして、全国のストライカーも、はい、うん、それがチャレンジカップというものが6月に行われます。はい、東京と大阪で言われてたやつですね、はい、でそれぞれの優勝チームも、うん、アップバンクと同じように決勝ラウンドのシード権を得れます、うん、はい、でこのチャレンジカップについて、うん、もうちょっと詳しい情報を今回お届けしたいなと思っております。思っております。はい、まずこのチャレンジカップなんですけど、はい、ステージに関して、今モンストスタジアムのオリジナルステージをさっき対戦したと思うんですけど、激闘、うん、モンストスタジアムかな、はいはいはい、それともう1個、うん、オリジナルステージが出て、このオリジナルステージは2個あります、うん、大会用にステージが追加されるわけですね。ですなんでこの2個をまず鍛え上げないといけないと。でさらにランダムで、ですね、モンストの方にある降臨クエストのうちのどれか1つとかを挑戦する可能性があると、うんうん、ほう。そしてその3つ、うんうん、が何ですか。3つが1つ が、ね、1つがヒュドラ、うん、ヒュドラ、そしてもう1つがクイーンバタフライ、クイーンバタフライ、そして最後が吉野部ですね。高川吉野部、はい、この3つのどれかですよね。どれかになります。どれが当たるかは当日までわからない、わからないのでモンストの方でこの降臨クエストを鍛えておいてもらう必要があるということですね。あります。そして応募の日にちを言いましょうか。お、はい、エントリーの期間は、うんうん、東京の方が5月15日から5月29日まで、うんうん、で大阪は9月15日から6月5日、はい、5日までです、うん、でエントリーしてもらうとチャレンジカップの抽選になるんですけど、はい、チャレンジカップの日にちは、うん、はい、抽選で当選したら、うん、
チャレンジカップは東京が6月21日、6月21日、場所は、はい、場所はアップバンクストア新宿になります。はい、いつもの場所ですね。いつものニコ生やってる場所ですね。はい、そして大阪は6月28日、次の週、次の週ですね、うん、にハービス大阪、はい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 、で開催されます。はい、皆さんこの日エントリーされる方は絶対開けといてくださいね。開けといてよ、落ちちゃったらごめんねはい、はい、となっております。はい、そしてもう一個大事なことが、これですよね、チャレンジカップの商品、はい、あります。何がもらえるのかな、すごいな、はい、まず決勝ラウンドへのシード権、うん、これが優勝チームにあります。はい、そしてそして優勝メダル、なんだこれ、どんなんかちょっとまだ制作中だと思いますけども、チャレンジカップ優勝メダルがあると、あると。そしてそしてこれなんだろう、これすごいんじゃない、称号って書いてありますね。モンスト内での優勝チームにしかつけられない称号、うん、あのランクのところから行って称号戦績のところからつけれるやつですよね。私ご近所のサナパッチョ、私昭和のパナエなんですけど、ね、年バレる、年バレる、この称号がもうその優勝チーム限定の称号が多分もらえる、うん、なるほどなるほど、なっております。うん、でなんと準優勝のチームと3位のチームにもそれぞれメダルと、うん、あと称号はあります。ありますね。へー、参加賞もあるんですね。お、参加賞は大会記念ピンバッジつけれるんだ。ちゃんと参加したよっていう証ですね、うん、がもらえるとなっております。お、なのでまだ応募開始してませんけど、もうすぐなので、うんうん、皆さん今から激闘モンストスタジアムをとりあえず鍛えつつ、そうですね、今すでにできるのはそれですね。あと降臨ですね、うん、先ほど言った降臨のどれかが来ます、うん、はい、を鍛えつつ15日から、うん、エントリーをお願いします。お願いします。うちらもしていいのかな、ダメいいのかな、いいのかな、ちょっと怒られそうな気もするけど、イベント担当に怒られちゃうかもはい、はい、となっています。はい、のでぜひ皆さんチェックしてみてください。詳しい内容は概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。はい、以上かな。以上です。はい、いやスタジアム面白いんで、うん、もうね夜な夜ないつもね友達やってるんですけども、ぜひ皆さんも鍛えてエントリーしてください、はい、うん、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクから YouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いします。YouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイトモンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。ではよろしくお願いします。